関和明は、日本の映像ディレクター、スチールカメラマン。長野県小布施町出身。映画少年として育ち、後にミュージックビデオに興味を持つ。理系の大学を除籍後、映像専門学校に入学。アルバイト先の店長の紹介により、西寄り吉成と知り合い、助監督となる。九百九十八年より株式会社トリプル、王所属。 2017年に株式会社超え設立。詳細は、パフュームの項目を参照。パフュームは、インディーズ時代の、モノクロームエフェクトの、CD ジャケットを手掛けて以降、PV、ジャケット等のビジュアル面を演出している。パフュームの演出について、僕らのやり方はいわゆる業界の音楽プロデュース、とは違いますし、僕の中では、 女性アイドルを作っているつもりはないと語っている。アニメーションを取り入れた作品については、トリプル王装死者と付き合いのあったゴンゾが参加する、ことが多い。サカナクションからパフュームまで。映像作家、関和明の演出術 white-scren.jpwhite-scren.jp サカナクションからパフュームまで。映像作家、関和明の演出術。2011年2月26日閲覧。クイックジャポン74号、49ページ、安高、キャリー、チャーリーが3ピースバンドで、クレイジークレイジー。音楽ナタリー。2017年1月24日閲覧。スマートニュース株式会社。スマートニュース新 TVCM。 吉岡里穂さんが5人の OL になりきり、日常を切り取ったコミカルな演技にも注目。2017年9月25日閲覧。高橋一世、仏女優レティシアカスタと新解釈、シンデレラに挑戦。http コロンスラッシュスラッシュ映画 .com スラッシュニューススラッシュ20180426スラッシュ10スラッシュ2018年4月26日閲覧。 レティシア・カスタ、高橋一世が、W 主演。死んだエアある愛と自由の物語に、独占密着。エルオンライン、ハースト夫人が放射。2018年5月24日閲覧。ありがとうございます。